絶対本来こんな攻め方しないでくださいね、このキャラじゃなかったら。強っ、やだ、強い、強すぎる、おかしいって。おお火力高すぎて綺麗にはまったらワンパンできましたね。はい、こんにちは、ケイドラです。今回はディアボロス使っていきましょう。ライブで無事に引けましたっていうところで、性能としましては超パワー解放できる反射キャラで、超 AGB、アンチワープ、超マインスイーパー M、 アンチ転送壁、ドレイン M、 超 SS 短縮を持っています。現状空中低減4と豪絶のカカコセデクで使えるんですけども、ドレイン M に関しては特にカカコセデクで強いですよね。で、このキャラ毒の友情コンボ持ってるんで、空中低減4に関してもモンテクリストの相方としてめちゃくちゃ強いですし、種族に関しても魔王族なんで同族恩恵受けれちゃうんですよ。なおかつなんとこのキャラ SS がめっちゃくちゃ強いらしくて、1段階が自強化 1.5倍、2段階2倍かな、まだ暫定ですけども。でワープの数に応じてパワーがアップするんですけども、1段階でワープ1個につき 30%、 2段階でワープ1個につき 40% 上がるっぽいんですよ。なんでカカゴセデクとか多分空中転移4ってワープの数8個ぐらい出るんですけども、その時点で SS1 段階で 5.1 倍、2段階で 8.4 倍の火力出るんですよ。ちょっとおかしなこと言ってるんですけども、それをね実際に確かめてみようと思います。いきましょう。まずはカカゴセデクですね。まあ、こっちのクエストの方がこのキャラの SS の強み分かりやすいかなと思います。で超 SS 短縮持ってるんで、味方3体に触れれば2周目から SS 打てますね。なので SS を打ってから次のターンしっかり味方3体触れてあげれば常に2周に1回 SS は打てます。まあ、1段階でも結構火力高いんで、多分ガンガンこれ1段階で打っていってもいいと思うんですけど、2段階が相当倍率おかしいと思うんで、2段階も楽しみですね。でカカゴセデクはマジで本当に本当にボス雑魚めっちゃ硬いんで、それをね皆さんにお伝えしたいんですけども、多分わかるかな、シンプルにこれ多分 SS 打ってない時の火力でわかると思うんですけど、自称クエストなんですけどめっちゃ硬いんですよ。今超マイン M あって、でこの火力ですよ。6万2000の攻撃力殴っても全然、ほら6回ぐらい殴らないと倒せないんですよ。めっちゃ硬いんですよね。でこれボスも同様でめちゃくちゃ硬くて、どういこうか、こういこうか、はい、まずボス火力見てみましょうか。自称1回とかで見てみるか。はい、超マイン、はい、こんな感じですね。でも結構出てる方ですけどね、普通のキャラと比べたら。でこれ SS 打ってみます。1段階ですけど、多分ねこれワープの数8個あるはずなんで、5.1 倍かな、おそらく。まあ暫定ですけど、またあ強っ自称1回で出すからいくじゃない、さすがに強いね、やっぱ SSSS 打った時と SS 打ってない時の差がものすごい激しいですね、これ。はい。で、ドレイン M あるんで、カカゴセデクに関してはこの、めちゃくちゃ生きてくるんですけど、逆に空中転移4に関しては、個別 HP ですし、自分が回復したところであんまり意味ないんで、空中転移4に関してはそんなにドレイン強くないと思ってます、現状。まあ、ヒットポイントもともと3万ぐらいあったんで、結構高めなんで幽霊にはなりにくいんですけども、まあ、保険で怪我減りは一体つけてきております。いやマジここの雑魚もねほんと硬いんで、ぐだる要素なんですけど、ドレイン M があるんでね、この HP 回復することを意識しなくていいのは楽ですね。やっぱドレインが偉すぎる。2回自傷だったら結構削れそうやな、これ。ナイス。さあ2段階が溜まってまいりましたね。2段階の SS めっちゃ楽しみ。相変わらずでもカカゴセデクは時間かかるクエストですし、敵めっちゃ硬い上に火ダメージも痛いし、本当に苦手というか
多分このペースを好きな人誰もいないんじゃないかなと思ってるんですけど、それぐらい、まあ、世間的な評価も悪いクエストですね。性能としましてはアジテーターで使えたんですけど、今はもうガチパには入ってこないですし、まあ友情コンボがね、エナジースパークでしたっけ、なんか個別の固有の SS まだ持ってるんですけど、固有の友情コンボ持ってるんですけど、まあ、今後なんかあれがね、砲撃型のキャラとかについてくると強そうですよね。ドレイン M が偉いな、めっちゃ回復するね。ナイスナイス。 SS は中ボスからガンガン打っていきましょうか。ワンチャンこれ倒せないか、さすがに無理か。やっぱ SS やな、 SS 打った時と SS 打ってない時の差がすごい激しい感じ。まあね、もともとこれ超ワープでもないですよね。超 AGB 超マインスイーパーまで SS が超ワープになるみたいなもんですから、重力バリアも出ないってなるとやっぱちょっと足の遅さも気になるかな。超 AGB 発動しないしダッシュとかないんで、うん。さあ HP0 突破、これは非常に危険なクエストですけども、このキャラドレイン M を持っております。なので、はい、全回復、これが強いですよね。ドレイン M は反射のドレイン M、 ほんとこれ強い。で2段階溜まってまいりました。あえて行っちゃっていいですか。俺本来こんな攻め方しないんですよ。雑魚を倒してからダメージ積もく出してから殴るんですけど、あ、もう強い。すいません、ちゃんとうまく使えなかったけど、弱点外でこんなに火力出してるのすごいよね。もう一回いきましょうか。次横勘でいきます。弱点殴らないよね。ワープの数に落ちてパワーアップで強っ。そっか、超マイン M あるから4発分これの2倍出てるわけでしょ。なんかね、2段階だったらワープ8個で 8.4 倍っぽいので、今のだから 16.8 倍殴り4回、えぐい。やってることおかしい。これワンチャンもうボス特攻してもいいかもね。絶対本来こんな攻め方しないでくださいね、このキャラじゃなかったら。強っ、いやだ、強い、強すぎる、おかしいって。あの覚悟せずやったことある方は分かると思うんですけど、一手抜け絶対無理っす。他のキャラだったら無理です。よっぽどクリティカル出しまくるとか、薄い角度でカン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 って多段ヒットさせるとかしか無理だと思う。で強すぎるんやけど、さすがに1個じゃ無理かな、自称で。でこのキャラはさすがにを覆すキャラだと思ってるんで。で強っ、一自称よ。一自称で出していい火力じゃないです、間違いなく。おかしいです、おかしいです。2P 次大賢者打って2段階ためたりな、すげえ。おかしいって火力やっぱり、ね、SS バグってるわ。やっぱ空中庭園4ってさ、モンテクリストで火力枠全然足りてるんですけど、なんか張り合ってきてるんですよこの人、謎に。それがすごいよ、張り合うようなポジションじゃないと思ってるんですけど、本来だったら。張り合いちゃうのがすごい、めっちゃひだめ食らった。ただドレインあるんで、ナイス。いやドレイン強いな、ダッシュあったら最高だったな、このキャラ。まあ、欲張りすぎですけど、怪獣8号的な感じでダッシュあればめっちゃ使いやすかったな。段階溜まりましたね。超 SS 短縮もほんと偉い、うまく使えば2週に1回 SS 打てるわけですから。よし、さあラストゲージ開幕 SS 打てますね。しかも剣持ちだ、あれ開幕あれか、自称しにくいやつか。
もう先にこのねジョアベルめっちゃ硬いんで倒しとくのありがとう。強っ、マジか。あのジョアベルめっちゃ硬いです。ちなみにめっちゃくちゃ硬いです。いやドレイン M あるからさ、ヒットポイントの管理も全然気にしなくていいし、こりゃ強いな。カカゴセデクは相変わらずコラボキャラ、期間限定キャラが強かったから。いやこれ全然違うよね、これ SS 打った時と打ってない時の火力の差すごいよこれ。弱点殴るのきついな。あれ雑めに行きますね。2段階強雑で出していい火力じゃないです強すぎる。でヒットポイント多いね、やっぱりいいヒットポイントの高さしてんなこれ。いや強いわこれ、殴りやばいわこの人。 SS マジ半端ないですね。では次は空中低減4で使っていきましょう。まあ使ってみたなんで2体編成でやっていくんですけども、多分ねガチパに関してはディアボロス引けたんだったら薄墨抜いてディアボロス1のモンテクリスト3になるんじゃないかなとは思っております。これね同族恩恵受けれるし、全員パワー型の反射タイプなんで過激思いっきり乗ってくるんですよ、ディアボロスにもモンテクリストにも。なのでめちゃくちゃ過激相性いいかなと思います。すごいラッキーハマりしたけど、結構硬いですからねこの雑魚。とりあえず短縮もしていきたいから横缶とかでいきますか。どうしてもねこれね薄墨は SS が味方の SS ターンを半分にしてくれるんで、あれがめっちゃ強いんですよね。それが変わってしまうから、しかも特に今回モンテクレスト2体なんで、モンテクレストの SS あんまりたまらないんじゃないかなと思いますね。3体いたらまた話は違うと思うんですけど、2体編成22編成だったら多分ちょっとたまり具合は悪そうな感じはしますね。まあそれも検証していきましょうか。はい、こいつは速殺ついているんで溜まりましたね。毒は全員かかりましたので、絶望に命を散らす、ランク強に漏れ出す。うん、まあ火力枠もどうしてもね、これやっぱさっきも話したんですけど SS を打った時以外はそんなに火力出ないんでこのキャラ。うん、紋章付きですが、そうですね、倒せないんで、ね、これはしょうがないか。 SS 結構 SS ガチなキャラだから SS 以外はちょっと火力不足な感じは、火力不足っつっても敵硬すぎる感じもするんですけど、本来これって攻撃力を6万超えてますからね本来だったらクソ強いんですけど敵が硬すぎる。毒を巻いておきましょう。で SS は、まあ、今回ねディアボロスを使ってみたなのでボスに打ちたいですね。あそうそうそう、これ無属性耐性もないんでやっぱりちょっとヒットポイントの管理大変かもね。死んじゃう可能性あるんで、こいつだけ気が減りついてるんですけどこっちはついてないんでね。ヒットポイントは全体的に高めなんですけど、これで倒しましょう。よし、モンテクリストの金ってやっぱおかしいんですけどね。これそれを超えていく可能性があるキャラですよこの SS は活目せよ。ただちょっと配置悪いな、暴れるしかなくなった、ね、しかもリバースもらってるし暴れます。ダウンいただいて、うわーもったいねー。
何もしてない。まあでもこういうことも起こり得るよね。結局モンテクリストは味方も亡霊してくれるけど、動かしてくれるけど、自分しか動かないんで、やっぱりちょっとこのクエスト相性はそんな良くないよね。だからやっぱ空中転移4はそこまで見てないような感じがしますけどね、個人的には。だからここも含めて全然このディアボロス引いた人も結局薄墨の方がいいですわって人も割といそうな感じがする。SS じゃないと火力出ないんですよね。出ないね、全然出ない、本当に出ない。だからネガキャンみたいになってるけど、あの大丈夫です。 SS が本当強いんで、SS 以外はそんなに大して褒める要素ないんで、このクエストでは。だからまあ、おガチパ更新、俺もちょっと怪しくなってきたな。あ、SS また溜まった。いきましょうか。今回はしっかり殴れそうなんで、いきます。ナイスナイス。1段階でもしっかり火力は出せましたね、弱点外で。まあモンテクリストありきなんですけど、結局は多分ね、ディアボロス4とかでも勝てなくはないけど、相当難しいでしょうね、やるとしたら。あ、配置きついな、全処理きつそうやな、勝ち。惜しい。こうなるとちょっと 4P だと処理しにくそうやな。いけるか、ちょんちょんで。まあモンテクリスト3だったらまた話は違ってきそうですけどね。まあこの後やってみましょうか、モンテクリスト3も。ガチパ更新になるかっていうのをちょっと試してみたいんで。あ、でも SS めっちゃ強そう。1,2,3,4,5,6,7,8個ね、8個が多いですね。あと、そっか、フェロートライアルドームだから、基本的に友情誘発は簡単にできるか。全員分。次、じゃあ、あれっすね。4P の SS、ちょっと見てみたいな。耐えるかな。弱点上っか、いけるかな。ちょっとミスったらすいません。いけた、ナイス。あ、なんか入れ番してるけど弱外でこの火力ですね。あ、でもモンテクリストの SS 雑にいってる方が火力出たりするか、こんな感じだった。空中転移4でモンクリに張り合おうとしてるのがちょっと間違ってる。モンテが強すぎるんですよ。出る順番間違ってないかっていう。この翌月にモンテクリスト出たらディアボロス相性良くてわっしょいってなってたで、逆に翌月に 出てたらディアボロス引く人がもっといなさそうな感じは。いや、でもいるか。モンテクリストがいない世界線の空中転移4って多分相当めんどくさいんで、このキャラ1体いるだけでも結構変わりそうな感じがする。さあ、2段階がラスゲでまた打てそうなんで打ちましょう。誰か横感してる、めっちゃ。割合耐えれるかな、 HP 耐えれた。
やっぱ SS 打たないと火力出ないな。本当に出ないね。ここまで出ないか。もう大丈夫に出ないね。ナイス。モンテクリスト強いね、やっぱ。ガチパ更新すんのかな。怪しいな、これ。この感じだったら。こっちか。とりあえず 2P の SS までに雑魚処理を終わらせたいので、ご期待に応えようか。頑張って頑張って。じゃああれか、 4PSS 打っちゃおうかな。回復入れながら行きましょう。地獄のライブを見せてやる。ナイス。SS は強い。で、鬼さんも倒しておいた方がいいかな、一応。やめて、その入れ歯。怖い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 。どう打とうかな。これの方がいいか。シンプル殴り火力見れますね。弱害の。はい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 。モンテクレスの SS 雑に暴れてる方が結局強そうなのは変わりないから。爆発されますが耐えれますね。4P を回復させたい。なるほどね、ある程度の使用感分かったな。多分全然薄墨でも良さそうな感じはする。バスゲちょっと薄いすみたいがために若干ぐたってますけど、よし、なんとかなりましたね。モンテクリストが結局異常っていうことが今回分かりました。モンテクリスト異常に強いです。このキャラ異常です。めちゃくちゃ強いと思います。まあ紋章をね、今回このディアボロスにつけてこれですから、まあ3-1試さんでもいいかもね。これ動画時間長くなっちゃうし、うん、まあ軽くやってみるけど、カットカットで動画出してるかもしれません。おお。火力高すぎて綺麗にはまったらワンパンできましたね。まあ3体で使ってみた結果を話すと、結論どっちでもいいです。で、個人的にはやっぱりモンテクリストの SS がちょっと溜まりにくいなっていう風に感じたので、薄墨かもしれない。ちょっと気分によるかな。その時の気分で、仮にディアボロスがどっかのクエストでハマってて紋章ついてればディアボロスそのまま使うかもしれないですけど、ついてなかったらもう別に薄墨でも全然問題ないかなとは思いました。まあ、最後にね、綺麗にハマってワンパンできたんで、あれは良かったけど、別に毎回できるわけじゃないと思うし、火力枠に関してはね、もうモンテクリストで全然足りてるんで、空中庭園4のために引くのはちょっと
だったら劇中審査に引いてる方がいいんじゃないかなとは思いますね。うん、はい、まあ、まとめですけども、まあ、覚悟セレクにおいてはめちゃくちゃ強かったですね。で、転送壁ついてるんで今後、まあ、他のギミックの組み合わせで使う可能性はあるんですが、まあ、清掃ちゃんとかシャルル・マーニと違って現環境でも仕事はある程度もらえてるキャラなので、今後果たして本当にハマるかどうかは分かんないです。空中転移4とカカゴセレクっていうところでハマってはいるんで分かんないんですが、ただポテンシャルを持て余しているんで、まあ、ペリカがダインスレーブでハマった後にシレノマ6でハマったように、このキャラも同じような感じでハマるんじゃないかなとは思ってます。分かんないですけどね。まあでも欠点で言うと、やっぱその重力バリアが出ないクエストでは足の遅さが目立ちましたし、 SSO 打ってない時はそんなに火力出ないですね。殴り火力もともと5万ぐらいあって強いとは言っても、まあ、機動力優れてませんしっていうところで、ちょっとなんか物足りない感はしました。ただその代わり SS に関しては、まあ、超 SS 短縮持ってるんで、うまく使えば1段階は2周に1回打てますし、2段階に関してはね、まあ、現状暫定の倍率ですけども、ワープ8個あれば 8.4 倍、そっから超マイン M と乗ってくるとその2倍ですからね、ものすごい殴り火力なんですよね。だからもう本当に SS に関してはもう化け物でしたね。うん、これポテンシャルを持て余してるからやっぱハマりそうな感じはします。ただいつハマるかは分かんないね。あとどこでハマるかは分かんないね。まあ空中庭園もだいぶぶっ壊れましたし、次なるね天魔の古城の新しいところが追加されるか分かりませんが、まあ、追加されたら可能性全然あると思います。まあ冷徹の可能性もありますけども、うん、まあ、そうか、なんか EX とかにはまる可能性もありますけど、どこにはまるんかな。まあ多分どっかしらにははまると思いますよ、多分ですけどはい、まあそんな感じですね。まあなので現状別に持っていなくても全然困りはしないんであれですけども、まあ高難易度超ガチ勢以外はそこまで無理して引かなくていいかなとは思いました。毒枠に関しても薄積みで十分でしたね。はい、以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。